はい、本日ですね、視聴者さんに聞いたダサいパーカーはどれだというところでね、ご紹介していきたいなというふうに思いますということなんですけども、先日ですね、パーカーでちょっとダサいパーカーってどんな特徴がありますのと教えて教えて言うたらですね、いろいろ皆さんに教えていただきました。本当ありがとうございます。で、今回はね、こちらずっと並ばせていただいてるんですけども、まあ、特に今回これを比較することはないんですけどね、まずはシュプリームの、この2020年春夏に出たモデルのフーディーがあったりだとか、あとはね、まあ、パーカーといえば有名ですよね。このループウィラーといってね、この袖口に青タグがあるんよと、日本のパーカーで袖口に青色があるって言ったらそれループウィラーやないかいうことでね、こちらループウィラーとかも並ばさせていただいてるんですけども、近々この辺とかそれ以外にはね、チャンピオンのパーカーなんかもね、比較していこうと思っておりますので、ぜひぜひね、また楽しみにしていただきたいなと思います。なんか見た目が違うとか、なんかリバースウェーブとかそんなことは分かってんねんけども、原材料とかね、生地感とかっていうところがなんかよくは分からへんでなっていう方はね、もうご安心ください。僕もパーカー作っております。いろいろ工場にも行かせていただいておりますので、またね、楽しみにしていただければいいかなと思いますので、今日は皆さんにいただいたダサいパーカートップ4をね、ご紹介していくんですけど、まずは4、3、2までいったら、その後番外編ご紹介して、トップ1、一番ダサいって言われたのこれやったですよっていう話をしてね、終わりにしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、パーカーでもダサいと声が多かった第4位というのはですね、シルエットが大きいってことですね。ダボダボのパーカー着てたら、それはですね、確かに大人の方としてはちょっとどうなんかなと。若い子らとかね、20歳ぐらいの子らがやるのっていうのはね、全然いいと思うんですよ。っていうのもなんでかというと、肌質とか雰囲気が若いから何でも似合うんですよね。ただやっぱ30超えてくると肌質が劣化してくるし、雰囲気もおっさんっぽくなってくるので、そこでこうダボダボしたパーカー着ちゃうと、それもう寝巻きですかと、朝時間なかったのとかなんて言われるじゃない。ほんならね、一丁らやと思ってね、これもシュプリームやで思って言ったんやけども、ちょっとダボダボやったからね、知らん女の社員からね、寝巻き着てきたなんて言われたらね、結構恥ずかしいじゃないですか。だから特に大人の方、まあ30代以上やと思うんですけど、シルエットはね、ちゃんとしていこうじゃないかというのが僕の調査さね、多かった声でございます。では次、第3位に行きたいなと思うんです。第3位がこちら、着丈が短いということでね、この辺のパーカーっていうのはそんなことないんですけども、どういうのがね、着丈が短いのというと、アメリカ規格のアメカジっぽいパーカーっていうのはね、どうしても着丈が短いんですよね。着丈短いのどれぐらい短いっていうと、たまにもベルト見えんちゃうかぐらいね、短いやつがあったりするんですよ。で、それこそね、今度買う予定のそのチャンピオンのパーカーもそうなんですけど、基本的には着丈ずっと短めになってるんで、それ自体がね、ダサいことは全然ないと思うんですけど、まあ流行りがね、どうしてもアメカジに行ってないじゃないですか。アメカジっぽいのは流行りではないので、まあ、古臭く感じるとか、ちょっと時代遅れな感じがするということで、まあ、ちょっと着丈の短いパーカーってどうなんかなっていうお声をね、まずいただいたということです。まあ、何でも言いますよね。大は小を兼ねるということで、まあ、足りひんよりは足りてる方がいいでしょうということなんで、さっきのサイズが大きいっていうのが4位。で、逆にサイズが短いっていうのが3位なんで、まあ、短いよりは長い方がいいかなっていうのがね、このランキングで出てくるかなと思いますので、ちっちゃいの選ぶられた大きい方がまだマシというところでね、サイズ感が出てきておりました。では次、第2位に行きたいなと思います。第2位がこちら。フードがぺちゃんこ。ありますよね。これはもう仕方ないっちゃ仕方ないかもしれないんですけど、この辺のパーカーってそんなフードがぺちゃんこになることはないんですけども、フードがぺちゃんこになる理由っていうのはですね、もちろん形、そもそもの形がぺちゃんこになるっていうのもそれはありますし、それ以外にやったら生地の薄さなんですね。生地がどうしても薄かったらその分こうペタンって寝ますよね。で、逆に生地が分厚かったらボワーンってなってくるんですよね。ボワーンっていうのが正しい表現かわからんけども、まあぺちゃんこになりづらいと。こんなん全部生地厚くしたらいいじゃないかって思ったりするんですけども、やっぱどうしても生地を全部厚くしちゃうと洗濯で乾かないんですよね。で、それ以外にもコストもちょっと高くなるってこともあったりして、どうしても作る側からすると、まあ生地は薄めにね、できる限り薄く作った方が洗濯もしやすいし、それ以外にもね、コスト的にもちょっと安いっていうところもあったりするので、もし皆さんが選ばれる際はね、フードの形を見るっていうよりかは生地の厚さを見ればね、どんな形でも生地さえ分厚ければフードはずっと立ってくるんで、まあその辺をね、見た方がいいんじゃないかというお声をいただきました。では次はですね、番外編に行きたいなと思います。1位に行く前にまず番外編に行きますね。番外編のね、最も多かったの何っていうと、ロゴなんですよ。とにかくロゴがでかいやつはダサいっていう声が多かったですね。まあ例えばどんなんっていうと、この辺とかはね、まだそんなロゴって大きくないじゃないですか。ワンポイント胸に全体の割合で言ったら、まあ9対1ぐらいかな。1割だけデザイン入ってて9割は無地っていう感じなんですけど、このあたりやったらね、全然問題ないかなと思うんですけど、もっと大きいやつ、もう半分ぐらいこれロゴですせみたいなのあるじゃないですか。まあ僕のばあちゃんはね、生粋の大阪人がここにね、虎の顔を描いてるね、服着たりするんですけども、そういうやつ、ロゴがボカーンとでかいやつとか、それはね、ちょっとダサいんちゃうかっていうことで、そもそもまあパーカーとかこのフーディーっていう自体がちょっと子供っぽくなりがちやのに、さらにそこにデザイン入れたらもっと子供っぽくなれないかいと、子供っぽいアイテムは極力無地の方がいいよっていうのがね、まあ大人がパーカー選ぶ際にはどうしてもこういうの必要になってくるんかなーいうことがね、多かったりだとか、あとそれがね、派手なやつ、とにかくもう目がギラギラするぐらい派手なやつあるじゃないですか。それはどうなのいうことがあったりだとかね、まあ似合ってればね、そんなことないやんと
思うんですけど、やっぱさっきも言ったように肌質変わってくるから似合わなくなってくるんですよね、どんどんね。でそれがにはこう切り替えバージョン、袖だけ色違うとか、あの手首だけ色違うとか、その辺のとかもね、まあ似合う人が似てやってればね問題ないんやけども、こう合わせづらいとかっていうのがねあるんかなというふうか思ってたりとか、あとそれ以外にはですね、半袖のパーカー、意味がわからんってことでね、よくわかりますということなんですけども、これもおしゃれな人なんよと。僕ようそんな半袖のねパーカー着ようなんて思わないんですけども、おしゃれな人はねそれよくやりはったりすると思うんですけど、まあこの辺はねダサいんちゃうかの番外編で入っておりました。では次は第1位にね、流行る第1位に行きたいなと思うんですけど、先に言っときます、これは服装は自由です、皆さん好きに着てください。これを見たからって、あ、じゃあ半袖のスウェットやめとこうかなとかね、ロゴいっぱい書いてる服気に入ってたのにもう着やんとこうかなっていうわけじゃなくて、もうこんなもん価値観やしね、人それぞれありますので、別にそれは自分が気に入ってればそれでいいんだというところを踏まえた上で第1位に行きたいなと思います。では第1位がこちら、生地がペラペラ、うん、これさっきも言ってないかいということでね、フードと同じなんやけども、2位のねフードがこうペチャンコっていうのがダサいっていうのってなんででしたっけ、生地が薄いからっていうのと一緒で、まあ1位もほぼほぼ一緒だけど、まあ生地がねペラペラなんてやっぱ嫌ですよねと。で特にどういう風にしてわかるかって言ったら、フードもそうやねんけども、その着てる状態のその線の入り方とかでもね、こう薄いやつってもうペラペラになってるじゃないですか、だから見るからに薄いなっていうのがね分かったりするってことなんで、こんなんパッて見てもね、どう見ても薄い感じはないじゃないですか、結構しっかりしてるようなね生地かいなってもう見るからに分かると思うんですけど、生地の薄さってね意外と分かるんですよね。例えばこんなんとかも、これでね生地薄そうにどう見ても見えるじゃないですか、やっぱ線の入りが多いんですよね、この縦の線の入りが多くて、まあこれはねナイロンやから、まあちょっとナイロンジャケットがちゃうんやけども、こう生地分厚いやつでね大きく縦線は入るんやけども、細かくは入ってこないんですよね。で細かく入ってくるってことは、そんだけやっぱ薄いからね入ってきやすいってことなんですけども、服に詳しくない人でもそういうのってなんとなくこうイメージはすぐ湧くと思うんで、確かに職場の丸々さん着てるパーカーっていつもこの縦線入ってるやないかいってなったらね、あの人ちょっと生地ペラペラなんかなとかって思うじゃないですか。そやからね、まあこの辺はどうなんかなということで振り返ってみるとですね、まず第4位というのはシルエットがでかすぎると、これパジャマですかっていうようなスタイルで、第3位というのは何かというと着丈が短い、それおへそ見してんのと、おじさんのおへそは見たくないっていう状態 で第2位が何かというとフードがぺちゃんこ、それも寝巻きなんよいうことで、で第1位もね生地がペラペラで、どういう時に分かるんかというと、視線とこの縦線の多さでねこうどうしても見分けれるっていうことなんで、この辺はね注意していただいて、まあこれから春先のパーカーを選ぶのにはいいんじゃないかなということで、皆さんにご協力していただきましたということなんです。そしてまたおいおいね比較動画っていうのをパーカー作ろうと思ってまして、パーカーなんか全て一緒やないかと、何がちゃうのってなったらね、こんなねかの有名なシュプリームのパーカーなんでね、実はそんなにユニクロとかとねあんな変わらへんような機械作ってたりすることもあったりするんですよ。でも対してこっちの方のループイラー、これもスイスの博物館に飾ってあるような機械を使われたりして、まあその機械が日本にしかなかったりするんですけど、まあそれによってどんな違いがあるのっていうのをねまた比較していこうと思いますので、まあ今日はねダサいっていうところでご紹介させていただいたんですけども、この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、メンズのダサいパーカートップ4をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。